はい、ライブ何やってるんですか。はい、今日は、はい、機材のいじりをよりました。はい、はい、何今撮り直したからちょっとテンションが下がってるんじゃないですか。はい、さっき同じこと言ってください。同じこと。じゃあ、観光の誕生日の必ず飲むね、はい、食べ物は、食べる食べ物は何ですか。何でしょうね、ケーキね。バースデーケーキの。じゃないですよね、今日ケーキ作るわけじゃなくて、韓国で。わかめスープなんです。わかめスープを、まあ、プロに帰ったんだけど、わかめスープちょっとプロからね、ちょっと作り方、観光のわかめスープ作り方すごい簡単なんで、はい、ちょっと紹介したと思うんですね、はい、今日はね、じゃあそれで、まずね、ここを炒めて、そこにごま油で、はい、あのニンニクをちょっと入れて、まあ、ここはニンニクを生でもいいし、はい、まあ、チップスでもいいしね、ニンニクチップスでも、はい、それで、ここにごま油でちょっとニンニクを炒めて、はい、そこに、はい、わかめを、わかめを投入します。はい、おで、ここにちょっとコクだけのわかめをちょっと炒める。はい、炒めます。コクだけのですね、やり方を。ここに大体牛肉とかいるんですけど、はい、僕の場合はこれです。ツナです。はい、これね、結構前です。僕は留学してからと学んで、実は観光でしたらみんな入れないんですけど、僕だけの、はいはいはい、ここに最初はツナの油を、はいはいはい、ちょっと今ね、油、うん、わかめに味が染みるために、はいはい、入れて、はい、で、これでまあ、簡単なね、そう、すごい簡単にできるわかめスープということでね、はい、観光ですね。で、それで、うん、ここにさっき分かった、うん、普通韓国だったら何だ、はい、え、韓国だったら普通は何、牛肉、あ、牛肉入れる、牛肉とか、まあ、エビとか、あの貝とかね。牛肉はちょっと重いな。でも牛肉って結構少なく入れるからね。あ、大体ちょこっとね、はい、で、ここに水、お湯を入れて、うん、なんかすごいわかめの量が多い、はい、具が多いんですけどね、はい、すごい少ない、はい、で、そこに、はい、じゃあ、大体ね、まあ、醤油と、はい、実は韓国ではあのこう汁用の醤油があるんですよ。知らなくて、まあ、日本酒ないからね、そこで入れるんですけど、ちょっと味のついてる醤油、濃い、濃くて、あの、ちょっと入れてもすごい味が出る。なんか色が変わるんじゃないですか、うん、その醤油入れちゃうと、うん、でそれが嫌だからなんか、ね、ちょっと入れてもね、色変わらずに醤油の味が出る、うん、その醤油があるんですよ。これ入れて、うん、醤油入れて、ここに、大体韓国だと牛肉入れた時は牛肉の足し入れるんですけど、うんうん、あの、今日はあのツナなんで、はい、まあ普通の日本のね、はい、で、まあ、うん、ごま油が入る、はい、出るだけで、はい、あとはまあ結構日本の味にしてね、はい、でそこに最後に、そう、韓国料理だからってね、完全に韓国、はい、料理にする必要はないですよ。ないよね、自分が好きな好みのアレンジしたほうがもっと美味しい、ちょっとアレンジしてね、はい、味わえる。それでこう砂を入れて、はい、入れたらそれで完成です。はい、なんか日本みたいにわかめスープみたいに卵は絶対入れないの、ね、いや、僕はなんか最初入れた時ちょっとびっくりしたんで、はい、え、なんで卵入れないと言ったんですけど、かき卵入れる、とても美味しかったですよ、うん、あ、日本もだから、それはそれで入れてもいい、はいはいはい、それでもうこれですでに完成です。はい。こんな感じ。じゃちょっとそのまま飲んでみてください。え？今。なんで？熱いから。ちょっとあーしてくる。口つけて。レオ君それ口つけて飲んでください。口がこんなに。はい、こんな感じで、はい、わかめスープも完成です。そんな一番簡単でしょ、はい、で、わかめスープは韓国で。あ、ミヨックです。ミヨック。ミヨック。グっていうのは汁なんですけど、あの、わかめ韓国でミヨンなんですね。スープはグなんで。あ、バッチムがついて。ミヨックって言いますね。ミヨック。それは後でまたちょっと紹介しておきますね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。カムサムニダ。アンニョン。